こんにちは、生態ニコニコ船長です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ということで、今日はですね、銀杏の食べ方ということで、まあ、いった方がいいのか、生がいいのか、茹でたのがいいのか、ということについて、どうしたらいいのか、ということについて、今日は、お伝えしていきたいと思います。で、これはちょっと質問でね、銀杏どうやって食べたらいいんですかと、生がいいんですか、行った方がいいんですかということでご質問いただけましたので、ちょっとそれにお答えする形で、動画を撮ることに今日はしました。で、これですね、答えから言いますと、まあ、いるか、茹でてください。いるか、茹でてください。いるか、もしくは茹でる。まあ、火を通すってことですね。火は通してください。火を通して食べるってことですね。で、普通はですね、まあ、行ったり入れたりすると思うんですけど、なんでこう、生なんですかっていうような、こういうようなことも聞かれたかと言いますと、まあ、以前ですね、フラックスシードっていう種ですね、これはちょっと生で取った方が、酵素が壊れなくていいですよと。まあ、酵素っていうのは、食物、食べ物の中に含まれている、まあ、消化するために必要なものだったりとか、あとは、私、活動するために酵素っていうものを使うんですけども、その時に、どうしても火を通しちゃうと酵素がなくなっちゃうんで、なので生がいいんですよっていう形で、以前ですね、動画でお伝えしたんですけど、その時に、まあ、銀杏はどうなんだろうということで、まあ、今回ご質問いただいたという形になります。で、これはですね、銀杏は、生では食べれないものなので、いるか茹でて食べるというふうなことになります。なので、こういう種子類っていうんですけども、種ですね、種類。種子類って言うんですけども、種ですね。まあ、フラックスシードとか、あと、そうですね。まあ、種子っぽいので言うと、まあ、ナッツなんかもそれ、ちょっと同じような類には入りますよね。で、あとは、まあ、栗とか、まあ、銀杏とか、あと、かぼちゃの種とかですね。まあ、いろんな、まあ、種ってありますよね。その中に食べれるものっていろいろあるんですけども、基本生で食べれるものは生で食べていただいて、生で食べれないものはいるか茹でる。できたらまあ茹でる方がいいんですけども、いうふうに食べていただくというのがいいです。で、食べれない、いらないと、茹でないと食べれないものっていうのは銀杏の他に栗とかもそうですね。まあこれ生で食べてみると結構分かったりするんですけど、実験できる人はやっていただくといいんですけど、とても生で食べれないんですよね。銀杏とか、あと栗とか。もう、まあ美味しくないんですね。なので、基本、美味しいような食べ方っていうのが、まず、いいんですね。なので、まあ、それを基準にしていただきつつ、まあ、わかんなかったらまた聞いていただきたいんですけども、まず、銀杏とか栗とか、そういったものはですね、茹でて、もしくは、行って、食べられるといいかと思います。で、フラックスシードとか、まあ、そういったものは、生で食べれますし、まあ、ナッツとかです。くるみとかですね。アーモンドとか、カシューナッツとか、ああいうナッツ類なんかも、生で食べれますので、そういったものは生で食べるというふうにしていただくと、まあ、酵素もちゃんと取れるときに取りつつですね、栄養もちゃんと取れるというふうに、そうすると、まあ、消化もしやすいというふうになりますので、まあ、そういうふうにしていただくといいんじゃないかなと思います。で、特にナッツですね、生、くるみとかですね、アーモンドなんか結構いってね、素焼きしてあるものとか結構売られてますけども、いるとやっぱどうしてもその種の中にある油ですね、油。まあ種っていうのは基本油、まあ脂質が多いんですけども、その脂質がどうしても変性といいますか、まあ違う物質に変わっちゃって、で、それが体にとっては良くないものになりますので、まあそういった意味でですね、生で食べれるものはできるだけ生でいただくというふうにしていただくといいかと思います。で、銀杏とか、栗なんかは、どっちかっていうとその脂質よりは、まあ、炭水化物の方が多いので、まあ、茹でたりした方が合うということになります。ちょっと美味しいですし、まあ、そうしないとちょっと消化しにくいということになりますので、そういうふうにしていただくというふうにしていただくと、いいかなと思います。ということで、今回ちょっと食事のお話といいますか、結構食事もですね、結構体と、まあ、体、私は整体師なんですけども、整体で、まあ、体の痛みを改善したりとか、あと痛くならないようにしていったりとか、あと、やっぱね、より、まあ、疲れない体になって、気持ちよく生活するためにはですね、そして綺麗に年を重ねていく。そういう風にするためには、やっぱりこの体、まあ、筋肉とか骨とか、その辺ももちろん大事なんですけど、やっぱ食事なんかも結構、大事な要素になってきますので、やっぱ内臓ですね。
この辺が結構内臓にやっぱ無理がかかってる人、内臓が疲れちゃってる人とかね、そういう人はですね、結構姿勢が崩れやすいんですね。やっぱ腰が、骨盤がこうなりやすい。なので、どうしても痛みとかも出やすくなってきますので、そういった意味で、やっぱ食事なんかも大事になってきますので、まあ気になる方はまた質問いただければというふうに思います。ということで、本日もどうもありがとうございました。